なんでこんなに怖いんでしょう。大丈夫か。なんだろう、飛べる気がしません。羽が不十分だからじゃない。たとえ飛べたとしてもどこへ行けばいいのかさっぱり分かりません。天界ってどのあたりにあるんですか。知らないな。人ってあんなにも不満を抱えて生きてるものなんですね。なんだよ急に。すごい量の負の感情が僕の中に入ってきてしんどくなって。そうか。でも今あなたがそばにいるから平気みたいです。普通俺みたいなのが近くにいる方が体によくなさそうなもんだけどな。変なやつ。そうおっしゃいますけど、心の均衡はそこそこ保たれていると思いますよ。多少羽は抜けますが、そこまでネガティブな方は引っ張られる気はしません。自分を軽視しがちなのはいただけないですが。あなたのそういうフラットさ、いいと思いますけどね。戻るか、俺たちの家に。